よく来た友よ。早速だが、その方の価値がいかなるものか品定めさせてもらうとしよう。いや、放っておいてくれませんかね。本当どうでもいいんで。ハル様不在の雨子には将軍家へのご恩がある。そして今僕がそれに報いる時。頼もしいな鹿の友よ。ではあの者の心を見定めてもらいたい。お任せください、ヨシテル様。ん？ホタルの相手は骨があるからです。その調子でたぎるがいい。おやっさん直伝の技の冴え、とくと味わえ。しているの？それとも別だろう？一歩前進といったところだな。とも、この人の方なら僕も一人前の武将っすよね、おやさん。僕はまだまだ半人前ってことがよーく分かったっす。かくなる上はおやさん。同時斬りやっすなが見当たらぬの。はてさて、どこへやったか。ああ、ちょっと待ってください。おやっさん、おつの拝着。山中鹿之助、操作開始。拙者が敵方であればすでに尻尾を巻いております。今以上に振るわれよ。でなければ帝に越権はならぬぞ。お前今からぐちゃぐちゃになるけどいい？いいよね。アマゴハルシタ、この名に聞き覚えはないとは言わせませんよ、下手になりがち。めんどくさいけどさ、相手してやるよ。ヨシテル様はまだまだ物足りるとおっしゃるであろうよ。おやっさんの探偵心得その3、人を見たら下手人と思えってことで覚悟。さあ、薄もろとはくれくれ。お願いします。だが、俺様の獲物は誰にも渡さない。また強くなっちゃう。ハル、僕の推理が正しければ、このままだととんでもないことになります。わかった。感謝しよう鹿の友よ。
盤を回してもらえるか。長間さん、完璧なる男からご要望があったわ。あの者の技量、それを引き出すのよ。夫婦仲良くね。姉上、またそのような傍若無人を。長政様も一も頑張る。姉様に認められるように頑張る。一、貴様までこんなところに。姉上め、もうこう詰める。それでは面白いじゃないか。認めたくないものだ。包丁に陰にあり。お客様、そう、少し待ちを置いておいて。皆の者、足利様はお喜びである。世の軍勢は強い。正念場だな。故に無敵。敵だ。あなたたちはなぜ一を望むの。一体一にどうしてほしいの。あなたなら教えてくれるの。無敵に立ち向かうは勇気か否。闇と炎の狭間より、いざ舞い上がれ。最終正義、義元即断。口を挟むは悪である。無謀だ。めんどくせえな。高いでよ。まあ引けるな。誰でもいいから徹底的にバラしたいな。羽織がほころびちゃってるよ。おい、誰か針と糸を。泣かぬなら顎に詰めよう、ホトトギス。どうして一は役に立てないの。こうなる前に逃げときゃよかったのにね。もう遅いね。残念だね。又兵衛様を置いてどこかへ仕官すれば、間違いなく閻魔帳に記されよう。玉政様、ねえ聞こう。ここはみんなに任せておけば問題ないわ。これ以上位置に不安を与えるわけにはいかぬ。それでは我らの国に助けるそば、ご分を。ご苦労様、また後でね。あっさりわらわに届いてはつまらないのに、しっかり邪魔。さて友よ、その方体育は健やかであるかな。ああ、体のことだったらわらわに任せなさい。たっぷり死なさだめして。あっ、足利様のため敵の力を引き出す、それも我らがお役目。俺様最強陣などいやると嘘。そのお言葉を信じるだけよ。この池地獄とはこのような場所ではなかろうか。これを人と呼んでいいのか。ただの獣ではないのか。お前たちもっと働いて。アリさんの方がもっと仕事してるわよ。承知いたしました。おお、環境で輝かしきからだよ。そうかしら。わらわの方がすごいじゃない。その弱腰でわらわを欲しいと嘘吹くの。
すぎるのもほどほどにしてほしいものね。あなたもまたわらわが欲しくて手を伸ばすのね。でもどうかしら、あなたはわらわを奪うにふさわしい。いい？体で勝負をするの、わらわとあなたのね。薄汚くてみっともない男、あなたから欲しいものなんてありはしないの。へえ、それはようざんしたね。見つめすぎよ、熱くなってきちゃうじゃない。その方面白を生きたな。痛いなら痛いって泣き叫んでよ、我慢しないでさ。そんなに慌てないで、わらわは逃げたりしないわ。はてさて、どう仕返してやるかな。ほらよしてる、やっぱりわらわが一番じゃない。ほら、あなたが思っているほど乱数が悪くないわよ。おお、様が回っておる。ヨシテル様を軸としてな。あとは任せるわ。わらはちょっと喉が渇いたの。誰か。みんな、いなくなってしまった。愚かで身勝手な主君と世を恨むがいい。準備は良いな。行くぞ、者ども。世が望むは、人々がたぎろう熱き時代。全てのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創生の時。素晴らしき神技体の持ち主だな友よ。まさに時代の息吹、その方こそ天下創生にふさわしい。こうなったらやってやるぞ、久保だろうが何だろうがな。おお、その方にも精進する気概があったとは、要は嬉しいぞ友よ。へえ、すごいね、お前やるね。だから俺様の方がすごいって言ったでしょうが。えいいな。これはいい。熱い。これが命を閉すという感覚。さあ、勝負はやりゃいいんだろうが。お前さんついてるよ。試合を続けよう、友よ。近代的かつ合理的。新時代を抜刀するのは俺様たち流浪の者よ。十三代足利義輝様のおなりである。控えおろう。このなりだ。それじゃあ少し痛くしますよ。
遠征奉還は用がなしだ。ともがらよ、これより先はぬら次第ぞ。剣を受けても未だ折れぬか。これは行幸。願わくば世に変わり時代を作れ。面白き時代を。こいつは痛えよ。まったく、デクの相手するのはほんと疲れるね。ねえ。